東海市吹野台大池公園前にあるビストロカフェ笹は、白い一軒家の2階建てカフェバー。ビストロカフェ笹で一番人気のメニューといえば、6種類のソースから選べる笹特製ローストビーフ丼。こちらは定番玉ねぎ甘辛ソース、肩ロースの芯にあたる希少部位ザブトンを使用した柔らかいお肉と、玉ねぎの香ばしい香りの甘辛いソースにご飯はベストマッチ。そして2種類のソースから選べる笹特製ローストポーク丼も人気のメニュー。こちらは生姜の甘辛和風ソース、栗を食べて育った希少豚ガリシア栗豚を使用したローストポークは、身に甘みがありジューシーな味わい。がっつりお肉を食べたい時にはおすすめです。